どうですか今。体が結構ポカポカしてるんですよ。結構ね、あったかい。あったかいですよね。うん、すごいあったかいです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、最近寒いじゃないですか。寒いですね。めっちゃ寒いじゃないですか。めっちゃ寒いです。なんだ、なんならもう昨日雪降ってましたから。雪降ってました。珍しいですね、うん、この辺で雪降る。関西で雪降るの珍しいんですよ。めっちゃ寒いんですけど、その寒い日の朝にやっていただきたい寒風摩擦をしていきたいと思います、はい、これね、いろいろこれ調べていくとですね、はい、寒風摩擦めっちゃいいんですよね。そうですね、はい、僕たちもびっくりしたんですけど、うん、その効果ありすぎだろと思って。そうなんですよ。まず、まあ、単純に寒さに強くなる、うん、もうこれは大体予想できますね、はい、風邪や喘息の予防、自律神経の乱れが整う。はい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 、まあ、自律神経ね、まあ、だからリラックス、はい、安眠効果がある。そうですね、はい、他には体臭改善。マジかってやつですね。体臭改善にも効果がある。低血圧、うんうんうん、朝起きれないとで低血圧が起きれないと言いますけど、はい、低血圧にも効果があるので朝に勝てると。霜焼け関節痛などにも効果的、うん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 、あとテレビなんかで紹介されたのが寒風摩擦ダイエット。あ、ダイエットもなるんですね。というのも聞きました。はい、まあいろんな効果があるんですけれども、はい、実際じゃあ今日これをやってみようというふうに思います、はい、で大体4分間タバタプロトコルのタバタタイマー使って今回やってみましょうか、うん、やってみましょう。はい、まあ実際今日はね、T シャツの上からやってみようかなというふうに思いますので、はい、まあまあ効果をもっと体感したい方は上半身裸になっていただいてもいいでしょうし、はい、まあ、他服の上からでも効果があるというふうに聞いてますので、そちらの方をやってみたいと思います。はい、4分間の寒風摩擦やってみましょう。どうぞ。はい、それではこのタバタタイマーを使って寒風摩擦やっていきたいと思います。はい、このやり方が正しいかわからないですが、まず試してみましょう。はい、はい、それでは入れますね。もう少しですか。はい、まずは首からいきます。首からいきましょうか。この状態で OK。 あんま早くしすぎたらあかんのかね、これって、ね、いや、どうなんですか。でも、やりすぎるとヒリヒリするんで、うん、まあまあ、痛くない程度に。そうですよね、心地いいぐらいで、うん、でも結構ね、幼稚園ぶりですけど優勝。結構ね、あったかい。あったかい。次じゃあ背中行きましょうか。はい、プラス早くね。逆になんか二の腕のトレーニングになりそう。なんかそんな感じする。なんかしんどくない腕。これはね、二の腕に効きますね、うん、これね、動画見ながら皆さん一緒にやってみてください、はい、反対側いきましょう。はい、いやなんかあったかくなってきた。あったかいっすね、うん、本当にこれは。手が痛い。疲れてきます。腕痛くないですか、うん、普通に。こうね、こんなやり方が合ってるのか分かんないけど、タオル短いかな。次どこ行きます。胸こう、こうシュールじゃないこれ。ここ斜め行きましょう。斜めで、はあ、あんま効かないこれ。あ、それじゃない、それじゃない。体洗ってるみたい、なんかめっちゃ。3、2、1、はい、次、お腹。お腹今やったんじゃない。これ、これ、これ、こう。これでいこう。これ行きましょう。3、2、1、go、set to go、workout。これ、あっつ。これ結構腕使ってる。よし、腰、腰、こう、こう、うん、OK。 はい、あーでもこれすごいなんかいいっすね。気持ちいい。
これ腕めっちゃしんどくない？しんどい、ずっとこれ。もう一回じゃあ首いっとく？首いきましょうか。うん、首結構。腕する？あ、腕やりましょう。腕。うん、確かにやってます。腕こんな感じ。こっち。とにかくでも腕が疲れますよこれ。そうですね。タバタプロトコルで。こっちの内側のね、そこもしっかりと起こすって。よし。はい。あと1セットぐらいかな。じゃあ反対の腕やりましょうか。うん、さあ。親指側と小指側でちゃんと手のひら側と手の甲側を。これもね、実はね、東洋医学的に言うとツボの流れで全然ね、効く場所変わってくるんで、うん、なんか関係あるかもしれないよ。いしょ。はい。あ、だいぶあったかい。はい、ちょうどこれで4分間の寒風摩擦タバタプロトコルバージョン、はい、完了です。ということで、どうですか今、体が結構ポカポカしてるんですよ。結構ね、あの最初どうかなと思ったんですけど、割とあったかい、あったかいですよね、うん、すごいあったかいです。で、さっきちょっと言ったのに、ツボの流れってあるんで、これツボの流れ通りに寒風摩擦したらちょっと面白いかもしれないですね。はい、大腸、そう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 。で、結構肺に効くツボ、胃腸に効くツボ、まあまあその腎臓とかそういった内臓に効くツボってたくさんあるんですけど、あとは例えば腰のこの辺りを刺激してあげたら、例えば胃のもたれとかがすごい良くなるんですけれども、まあ、そういうのにもすごいいいのかもしれないのと、うん、あと腰のツボですね、本当に前紹介した、うん、あの腰のツボなんかをタオルでこういう風に刺激してあげたらすごいいいのかもしれないです。お灸よりもやりやすいですね、うん、新たな発見がすごいありました。うん、で、まあ皆さん今これね、じーっと4分間見てるよりかは一回一緒にやってみてください。やってみてください。うん、で、結構意外に腕がしんどい、うん、腕はしんどい、結構体も温まるんでね。はい、結構あったかいですね。お互いちょっと赤くなってます、首とか。あー、ちょっとなってるか、わかりにくいかな、うん、ちょっとわかりにくいけど、だいぶ赤くはね、なってるんですよ。うん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 、なんで、まあちょっとシュールな動画ですけど、あの、寒風摩擦ぜひ皆さんお試しあれということで、いろいろ、はい、本当ね、ちょっとこれから寒風摩擦やっていきます。うん、ちょっとやってみようか。いろいろちょっとね、あの寒い日に寒風摩擦一回やってみてください。寒い日というかね、この冬の間とか、はい、ぜひやっていただいてもいいでしょうし、本当になんかダイエット効果があるってのはすごい分かる気がしました、うん、代謝がすごい良くなるんで、おそらく。でもこれはタバタプロトコルじゃないと、多分ずっと10分間ぐらいやり続けたらそれはそれでまたしんどいと思うんで、それもやっぱりダイエット効果の一つになってるのかもしれない、うん、ね、あとは本当に、直接肌にする場合は摩擦で火傷してしまわないように、もうそれだけ注意してくださいね。他の YouTuber の方で、あの布ヤスリでやってる方もいらっしゃいましたけど、はい、ダメです。ダメです。うちはもうタオルでそんなでやってください、うん、タオルでやってみてください、はい、ということで、まあ、今回は寒風摩擦紹介させていただきました、はい、また違う動画もね、皆さん紹介していけたらと思っておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、ではさようなら。